サウルコス福井は福井県福井市を本拠地としていた社会人サッカークラブ。2018年末をもって運営法人が解散し、チームそのものは2019年1月に組織変更の上で福井ユナイテッド FC に承継された。2006年に設立された NPO 法人福井に J リーグチームを作る会が、 J リーグ入りを目指すクラブを立ち上げるべく、福井県内に本拠を置く11チームに母体チームとなるよう呼びかけたところ、これに唯一応じた FC、カナズを母体として創設された。クラブ名のサウルコスは、英語で恐竜を意味する、ディノサウルスと軍団を意味する、コープスを組み合わせた造語で、チーム発足時に、ザウルス福井、サウルス福井、サウルコス福井という、 いずれも恐竜にちなんだ3つのチーム名候補の中から一般投票で選ばれた。なお、トップチームの運営は2017年に NPO 法人から株式会社サウルコス福井に移管されており、NPO 法人は引き続きジュニアの育成や普及部門を担当している。エンブレムには福井県で発見された肉食恐竜、 福井ラプトルの化石と福井県の輪郭を一体化したマークとボールと組み合わせた喧嘩の推薦がチームが発足した2006年と共に配置されている。チームカラーは雪の降る大地で忍耐強く夢に向かっていく姿勢を表すホワイト、心に秘める情熱やエネルギーを意味するオレンジ。この2色が駆け回る舞台となるピッチと緑あふれる豊かな 福井のイメージを表すグリーンを使用。ホームスタジアムは、堺市三国町のテクノポート、福井スタジアム。北新越リーグでは、テクノポート、福井スタジアムを中心に、県東部の複数のサッカー場で、ホームゲームを行っている。2014年4月より、グリーンシェルターと共同で、テクノポート、福井スタジアムを含むテクノポート、福井総合公園の指定管理者として、 運営管理を行っている。このほか2016年秋には、あわらし横垣に、自前の天然芝グラウンド、サウルコス福井あわらフットボールパークが完成し、練習場等に活用している。2018年6月下旬、クラブを運営する NPO 法人、福井に J リーグチームを作る会が、資金難で単独運営が厳しい状況に陥っていることが報じられた。 当時、活動資金は主にスポンサー料やサッカースクール代の他に、理事長の梶本智明が個人で資金拠出を行っていたが、同月に入り、梶本が体調不良のため入院したのを契機に資金不足の問題が浮上。人件費や遠征費の年出にとどまらず、 サッカー青年男子チームとしての単独出場が予定されていた同年秋開催の福井幸せ元気国体への出場すら危ぶまれる状況になり6月25日夜に開催された臨時理事会では解散もやむなしとの声すら上がる事態となった NPO はクラブ存続に向け支援金を募ることとなったこの窮状を受けて NPO が支援を求めていた 福井県サッカー協会が具体的な支援に乗り出すことになり、県協会主導の下でクラブ存続に賛同する企業経営者ら有志が主導して新会社を設立し、運営を新会社に関する方向であることが報じられた。当初は11月中にも新会社設立の運びであるとも報じられたが、新会社設立に向けた協議が難航しており、 新会社設立の見通しはなかなか立たず、2019年当初にずれ込むこととなった。チーム名については刷新が予定されている。一方、NPO の実施した支援金募金には国体で優勝した選手も奔走した結果、1000万円を超える支援金が集まり、人権費等に充当することができたことで、残務整理がほぼ終わり、 2018年11月22日に公式サイトにて2018年末に NPO 法人福井に J リーグチームを作る会が解散することが発表され12月25日をもって公式サイトを閉鎖することが明らかになった26日以降の選手動向やお知らせ等はオフィシャル Facebook ページで更新する予定としている 2019年1月15日以降、福井新聞と中日新聞が新たな運営会社として、福井ユナイテッド株式会社が2019年1月11日付で設立されたことと、合わせてチーム名が福井ユナイテッド FC となることを報じた。合わせて中日新聞は NPO を福井に J リーグチームを作る会から職員を数人招くことも報じている。 2019年11月14日午前10時、福井地方裁判所民事部破産係により、特定非営利活動法人福井に J リーグチームを作る会は、破産手続き開始の決定とされた。FC カナズサウルコス福井3位、1回4位、1回、ありがとうございます。